ここからは道内のお天気です。今の根室花咲港の様子、白波が強く打ち寄せています。南風が非常に強まっていまして、30メートルを超える風を道東で観測しています。現在警報も出ています。暴風警報が根室など道東と稚内など道北に発表されています。また波浪警報が太平洋側と日本海側の海沿いに出ています。明日にかけて警戒を続けてください。こんにちは。今日の道内は発達した低気圧の影響で大荒れの天気となっています。この後午後は道東で雨や風のピークを迎え、そして今夜から明日にかけては日本海側で雪に変わって猛吹雪に警戒をしてください。ではこの後の雨と風の予想を見ていきます。画面は正午です。道東を中心に南風が強く吹きつけます。午後は道東で雨が一層強まりそうです。多いところで120ミリの大雨、そして瞬間的に35メートルの暴風が予想されています。夕方には止むところが多くなっていきますが、今夜になると日本海側で雪に変わります。風向きは西寄りに変わり、明日にかけて猛吹雪です。交通障害に警戒をしてください。明日朝にかけて多いところで30センチの雪が降りそうです。では今の稚内の様子です。こちらも現在雨が降っています。では時間ごとのお天気、道央と道南です。昼過ぎに一旦晴れ間が覗きますが、夜6時頃から雪が降って吹雪くところもありそうです。札幌は最高気温が15度予想ですが、気温は急降下、夜には雪となりそうです。太平洋側です。西部は午後一旦天気は持ち直しますが、夜から雪となりそうです。東部は夕方にかけて雨や風が強い状態が続きますので、無理な外出は控えてください。東北とオホーツク海側、お昼過ぎまでは気温も10度以上となりますが、夜は気温が一気に下がって道北で雪に変わります。留萌や稚内など海沿いでは今夜から明日にかけて猛吹雪に警戒してください。